今日、長岡市の子育ての駅ぐんぐんで開かれた交流イベント。はじめまして、長岡1、2年生。長岡市に転入して2年以内の子育て世帯を対象に、生活の不安や孤立感を解消してもらおうと毎年開かれていて、今年で6回目です。今年は母親と赤ちゃん13組が参加。4つのグループに分かれて自己紹介をした後、子育ての悩みや移住して気づいたことなどを話し合いながら仲を深めました。夕方の3時4時くらい小学生組から帰ってくるんです。早く帰ってきてみたいな、私もう無理みたいな、話す人が欲しいみたいな。でも小説書いてあるのはちょっとびっくりしました。あ、ね、車も茶色くなってる。北海道の日高郡ってところから情報交換もたくさん、子供のこととかもできて、リフレッシュすることができてとても楽しかったです。新しい情報が知れてよかったなって思いました。子供の病院のこととか、どこが丁寧だとか、サバサバした先生だとか、ローカルな情報とか、花火大会のこととか、いろいろ知れてとっても楽しかったです。子育ての駅ぐんぐんは、助産師や保育士などによる子育て講座も開いていて、積極的に利用してほしいとしています。